レーションが本腰で開発している次世代レールガン開発に、2024年度の予算が236億円閣議決定との情報をキャッチしました。今回は、世界が羨む日本次世代レールガン開発に、2024年度236億円閣議決定を詳しく見ていきます。極、厚鉄板貫通で開発加速、120連射にも次はトライしていきますね。もはや中国はやめてくれの中国民の声が聞こえてきますね。レールガン開発は、アメリカでも中止された非常に難しい開発になっています。AI レールガン開発かな。昨年暮れの2023年12月22日に、日本の岸田内閣は、今年度である2024年度分の防衛予算案の閣議決定を行い、その額は、総額で7兆9496億円と過去の最高額を更新し、今の日本が置かれた安全保障環境の厳しさを如実に示すものとなっている。2024年度の防衛予算案の中でも注目されている首都としては、敵の防空ミサイルの射程圏外から攻撃を行うことが可能なスタンドオフ能力の強化が大きいと思われるが、これも時代の流れを反映したものと言えるだろう。スタンドオフ能力を実現する兵器としては、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや国産の一二式地対艦誘導弾等の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾などのミサイルの開発と調達に力点が置かれている。トマホーク巡航ミサイル、一二式地対艦誘導弾等の能力向上型ともに、当初の予定の2026年度よりも1年間配備期間を前倒しして、2025年度分からの調達を目指す方向となっており、ここらかも、喫緊の事態であることが伺える。これらトマホーク巡航ミサイル、一二式地対艦誘導弾等の能力向上型ともに対地攻撃とともに、対艦攻撃にも使用可能な兵装であり、南西諸島方面における中国軍への対応を念頭に置いたものであることは間違いない。これらのいわゆるスタンドオフ能力を備えたミサイルは、軒並み 900km や 1500km といった従来の兵装の射程距離を大幅に延伸するものとなっており、敵の防空ミサイルの性能の向上に対抗するものだ。従来の日本の陸上自衛隊が装備している一二式地対艦誘導弾は、およそ 200km 弱、海上自衛隊の艦艇が搭載するハープーン対艦ミサイルは、およそ 250km 弱の射程距離であり、これを大きく上回るものとなる。こうした物理的なミサイルの長射程化は、今後もますます進むものと考えられるが、今回の2024年度の防衛予算案の中には、こうした通常兵器の進化版以外にも、将来に向けた新しい兵装の開発予算も盛り込まれている。そうした将来に向けた新しい兵装の開発予算の中で筆頭に挙げられるのはレールガンであり、従来の火砲と異なり、電磁気力を用いて弾丸を発射するもので、今回の204年度の防衛予算案の中では、236億円の研究開発費が投じられる。これまでに、日本では、陸上に設置した、全長約6メートル、重量約8トン、口径40ミリメートルのレールガンの試作と試射実験を行っており、単発ながら、銃口初速は、秒速で、2000キロメートル超、反復発射を成功させてきた経緯がある。レールガンを、実用的な兵器とする観点からは、連続発射は欠かせない要件となるが、これまでの試験では、単発での反復使用とはいえ、課題とされていた発射用レールの損耗が抑えられ、実用化に向けた成果として評価されていた。その試験では、単発発射ながらも、120発の反復射撃が可能なことが確認されたといい、レール素材の耐久性が保持されていると報告されており、今後のレールガンの実用化に向けて大きく前進していると捉える向きが多かった。こうした動きの延長線上で、2023年10月には、防衛装備庁は海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカに試験用のレールガンを搭載して、世界で初となる洋上でのその試射に成功したことを公表、大きな話題となった。試験艦アスカに搭載されたレールガンの使用は、大きさや口径を含めて未公表ではあるものの、動画で、
発射時の映像が公開されており、やはり、中高初速で、秒速で 2000km を超過し、射程距離もおよそ 200km に及ぶと説明されている。さらに、このアスカの試験におけるレールガンは、発射速度も毎分10発以上であると言われており、これが事実であるとするならば、かなり、今後の実用化に向けて、大きな一歩となる可能性があると考えられている。この試験艦アスカにおける日本のレールガンの開発が大きな注目を集めた要因は、かつてはその開発で先行していたとおぼしきアメリカが日本よりもはるかに大口径長射程であったその開発を中止していることが挙げられるだろう。アメリカ海軍では最終的に中高初速で秒速 2500km 以上、重量で 15.0kg の銃弾をおよそ 370km の射程で発射可能なレールガンの開発を行うことを目標に、2005年からその研究を開始していた。このアメリカ海軍によるレールガンの開発には、BAE システムズ社とジェネラルアトミックス社が試作を担当し、口径で 90mm、重量 10.4kg の銃弾を、重高初速で、秒速 2700km 以上で発射することに、2010年末に成功している。この成果は、前述したアメリカ海軍が描く最終的な数値目標の達成にかなり近似値であると見さされていたが、この間にも最大の仮想敵国である中国等が開発を進めているとされる、極超音速兵器に対しては優位性が損なわれたと見された。そのため、アメリカ海軍としては、仮に、使用通りのレールガンが完成したとしても、有用な兵器足りえないという判断を下したものと思われ、既存の VLS、垂直発射艦から運用可能な迎撃ミサイルの開発に注力するのだと解釈されている。アメリカ海軍が開発を進めていたレールガンも、その銃弾自体の弾頭重量は 15.0kg と、決して大きなものではなく、切れ、ゆえに高速度で打ち出すことが可能となったと思われるが、その大きさで、精密な誘導装置を組み込むことは困難なのだろう。現在の兵器としては、精密誘導による精緻な命中精度を確保することは必須の条件だといえ、レールガンの実用化にこぎつけたとしても、その点で、有用な兵器とならないであろうと判断されたことは想像に難くない。そのレールガンが抱える課題はアメリカ海軍に止まらず、日本でも同様であると思われるため、それを押しても実用化することに利点があると防衛装備庁が判断していることに、今後はますます注目が集まるだろう。日本の防衛装備庁は、レールガンの研究から火砲を変える電気の力からという資料内において、その将来的な使用用途を一極超音速兵器に対する迎撃、二艦艇及び地上目標への攻撃であると説明している。一極超音速兵器に対する迎撃について、防衛装備庁は、その資料内では、艦艇にレールガンを搭載し、その破壊力によって、極超音速兵器を迎撃する多層的な防空兵器と位置づけており、イラストでは、対空ミサイルよりさらに近い距離での使用を機としているように見える。また、二艦艇及び地上目標への攻撃については、艦艇への搭載及び陸上に配置したレールガンによって、その高速度を生かし、迎撃の困難な銃弾を発射し、敵の艦艇を貫き通して破壊することを想定していると思われる。これは、具体的には、資料のイラストを見る限り、日本に接近する中国海軍の艦艇を攻撃する一手段として想定していると見され、敵の領域に侵入していくことを前提としているアメリカ海軍の運用とは異なる、まさに防御兵器を志向しているのだろう。また、今回の2024年度の防衛予算案の中には、高出力なレーザー兵器の研究に31億円、高出力マイクロ波兵器の研究に26億円が投じられることが盛り込まれており、主として無人航空機等のソフトキル兵器を想定していると見される。今年2024年で丸2年を終えようとしているロシア・ウクライナ戦争においても、ロシアの自爆攻撃を行う無人航空機に対しては、迎撃コストの低さから従来の機関砲が見直されているが、レーザー兵器や高出力マイクロ波兵器はその上位互換だと思える。